4月7日スイスイスマイル水曜日20時を回ったところ、大阪市淀川区東三国からお届けします。 FM 姫を電波ジャック、パンクラックで電波ジャック。今日もスマイルな DJ コクーンです。よろしく。本日はね、花の日、ラフィンノーズですね。ノーズの日ね。オーイエー、ラフィンノーズの日ですよ。いや知らんけどね。ね、そんな今日はね、なんと皆さん、ロックンロールラジオヘルシースマイルパンクロック200回目の記念すべき放送です。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。今夜もよろしく。ありがとうね。ほんまね、なんとかね200回を迎えることができましてね、もう皆さんに感謝ですよ。ほんまね、ありがとうございます。それでは皆さんね、お飲み物の準備の方はいかがでしょうか。良いはいいですか。はい。僭越ながら乾杯濃度を取らせていただきます。 DJ 脳みそデストロイ国分です、ね。はい、いいですか。200回を記念いたしまして乾杯。みゆきも乾杯言うてるわね。乾杯です。乾杯ね。ありがとうございます。お疲れ様ね。ありがとう、ほんま。うまい酒は。はい、それではね、まあもう乾杯していますけど、早速ですけどね、ね、あのニューロティカのね、あんまりねヘルシーじゃないドラマね、ナボちゃんからコメントいただきました。コメントね、読むよ。ヘルシースマイル、若かりし頃のパンクとは相入れないこの言葉、我々おじパンにとっては身に染みちゃいますね。200回おめでとうございます。私も先日退院いたしまして、今度はリハビリですね。先日退院して、今なんか昨日リハしたとかね。はい、リハビリのリハですね。はい、お互いパンクロックを愛し続けるために健康で笑っていきましょう。ということでね、ナボちゃん、ほんま退院おめでとうございますね。おめでとうございますね。お互いヘルシーでね。俺はまあまあいつまでもリハビリ中ですけどもね、ナボちゃん頑張ってください。それではニューロティカで電波ジャック To be Hare。自分の鼓動励みに変えて、いくつの山乗り越えただろう。不安も疲れも嵐で飛び出せ、扉を開くのさ、心の遊び覚めしやさ、決まったねえのにゃおさらばさ、自分を信じるさ。
次お次ね、ケンジ&トリブス八田ケンジさんからコメントもらっております。言うの、ナヌナヌヘルシーが200回目とな、全世界で俺の曲を流してくれる DJ はコクーンと奈良義友の2人だけ、かっこ笑い、愛します、おめえ出すって書いてますねなんとか出すっていつも書いてるね、はい、奈良義友さんね、といえばね、今があるさ時代がふざけてるね、ジャケットのアートワークですよ、リスペクトさせていただいております。ケンさんね、やっぱりこんなね、クソなね、こんな俺にね、いつも優しくね、接してくれるわけなんですよ。ありがとうございます、ほんまありがとうございますよ、ほんまねえ、ほんま。それではね、一曲オンエアしたいんですけどもね、1986年の8月にね、離婚が成立しました。ダイアナ妃ですね。1987年の8月に亡くなっておりますね。そんなダイアナ妃に捧げます。ケンジ&トリプスで、ダイアナ。ダイアナイヤー。とっとといきますよ。ケンさんありがとうございますね。はい、セセルイーズギターのね、野生爆弾クッキーからお祝いコメントをいただきました。ね、クーちゃんね、あんなメジャーになってもね、俺のようなね、B級、C級かな、クソパンクスとね、遊んでくれます。滋賀のスーパースターね、パンクロッカーですよ、パンクスですよ彼はね。DJ 滋賀ちゃんをね、リスペクトしてるっていうね、素晴らしい。それではコメントです。よう分からんけどね、コメントですよ。虫すらも乾き死ぬ灼熱の今日この頃、その熱すらも超越する激アツなおパンクを世に広めようとするけなげなお姿に土下座もんでございます。200からの1000でよろしくちゃんおめって書いてますけどね、まあいつもまあまあこんな感じですよね彼はね。はい、ありがとうクーちゃん。それではザ・セセラギーズで電波ジャックワンデイ。Yeah.
たれちゃった、ごちゃごちゃにたれちゃった。ココンさん元気ですか？老害ってますか？僕なんかもう老害行きすぎてダイブとモッシュ禁止しましたよ。あれこれ略かな、老害じゃないのかな。まあええわ、ロックンロールレディオヘルシースマイルパンクロック、本日がめでたく200回目、おめでとうございます。どうぞこれからもお目をおかけくださいませ。ポンでした。
本日花の日の日ノーズでハレルヤシャーね。これねハレルヤはねラジオネームよいきさんからのリクエストでもありました。ありがとうございます。200回目放送へのなんかね俺へのプレゼントだそうです。ありがとうね、ひろゆきさん、ありがとうございます。グラシアス。そしてねポンさん、いつもありがとうございますね。モッシュダイブ禁止ね。これお客さんの高齢化に伴うもんなんですかね。はい、ちゃいますかね。はい、ありがとうって思ってるお客さんも多いんちゃいますかね。はい、ラフィーノーズはね別にねダイブせんくても単純楽しめるんですよね。そういうパンクロックです。おっす。それではね、お次ね、コロナでね、肺炎をね、患いまして笑顔で生還したスマイルパワーカッチンからのメッセージです。みんなのカッチンです。はい、ヘルシースマイルパンクロック。お気に入りの皆さん、こんばんは。ザ・フライングパンツのカッチンと申しますが、ヘルスマ、なんで200回、放送200回、これがまためでたい話じゃないですか。200回で1年に1回やっても200年かかるいうね、このよう頑張ったな、コ君、ほんまに。ああ、初めて会った時はあんなに小さかった、まだ身長が多分58センチぐらいやったんやけども、今はもうすっかり、もう名物パンク名物 DJ のお兄さんになられましてですね、まあこれから先また、200回、300回、301回と続けて、頑張っていただければと思います。またザ・フライングパンツの方もいろいろとお世話になって、いつも、助かっております。助かっておりますいうのも変やけども、またよろしくお願いします。パンクの皆さん、僕全然パンク通ってないじゃない、パンクじゃないんですけども、心の中ではいろんなところで中指立ててますんで、よろしくお願いします。ということでございまして、ヘルスマ、200回、放送200回、おめでとうございました。パチ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 、ブリ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 。
さん、ヘルシースマイルパンクロックをお聞きの皆様、こんばんは。名古屋パンクロックショップブラックマーケット店長の大原です。猛暑が続く昨今ですが、ロック魂を忘れてなるものかとばかりに、店内では革ジャン着用しての営業日もございます。そして今日はなんとヘルシースマイルパンクロック200回目の電波ジャックということで、本当におめでとうございます。ブラックマーケットは国運さんのヘルスマを通じ、たくさんの情報を発信していただくことで、多くの出会いとつながりを築くことができました。とても大切な番組と思っております。本当に心から感謝申し上げます。最近は国運さんとお会いできてないのが残念ではございますが、ブラックマーケット界隈のみんなも国運さんとの再会を楽しみにしております。特に今、私大原が愛してやまない某詐欺師の方は国運さんに会いたがっていますよ。またみんながヘルシーに再会して乾杯できる日を楽しみにしております。これからもラジオにバンドにますますのご活躍をしていただくため、国運さんぜひぜひヘルシーに。最後にもう一度、ヘルスマ200回記念、本当におめでとうございます。また当店ブラックマーケットも皆様よろしくお願い申し上げます。ブラックマーケット店長大原でした。ありがとうございます。はい、いつもねお世話になっております。大原くんね、ほんまブラックマーケットね、ありがとうございます。コメントありがとうね。詐欺師にもね会いたいからね、また遊びに行きますんでね、2階のね、2階の方で宴会しましょうね。クーラーガンガン効かしてね。はい、それではね、お次はハードコア不合集会のねレコードのサイプレスね、再発ありましたね。モブスの山根くんからのコメントなんですけどね。はい、毎度山根です。まあ、こんな明るく言えへんな。毎度山根です。そんな声でもないけどね。毎週ヘルシースマイルバンクロックを楽しく聞いております。もう200回ですか。継続は力なりで、ますますヘルシーでスマイルなパンクロックを聞かせてください。応援します、ということでね、応援されてしまいました。ありがとうございます。ということで、俺のね好きな曲をかけさせていただきますね。モブスで電波ジャック、 Dead People Having Sex。スマイルパンクロック200回記念おめでとうございます。ザ・リレーションです。ゆるいな、ダロダロだね。はい、ベース担当しております津田です。ボーカルの野瀬です。そして、
そしてっていうかまずはあの DJ 国運200回記念おめでとうございます。おめでとうございます、ね、いつもパンクロックをみんなに聞かせてくれて本当に素晴らしい番組をねずっと続けてくれてありがたいと思いますし、今後もねどんどん続けて若い人たちにもパンクロックをね浸透させてください。教科書ですよ ね教科書。それでですね今日200回記念っていうことでですねリデンプションからちょっと一人紹介したい人が いますのでちょっと振りますね。どうぞ。あ、いつもお世話になっております。声がちっちゃい、声がちっちゃい多分、はい、この度リデンプションにギターで加入しました宇沢と言います。もう初めまして。いつもリデンプションの曲かけていただいててありがとうございます。いや、はい、今後よろしくお願いいたします。よろしいか。はい、うーちゃんって呼んでますんで皆さんうーちゃんって呼んでやってください。うーちゃんです。ギターのうーちゃんね、うーちゃん入ったリデンプションも結構ライブももちもちやってますのでぜひ関西にとか、あ、これ関西限定じゃないのか別に、うんうんうん、いろんなところで見てくださいね。ぜひね。で 8月の25日にちょっとバンドでは残念ながら行けなかったんですが、野瀬ソロ箱で、ソーカーファクトリーの方に、はい、そうですね、お呼ばれいただいてますので小倉君の、ニューバンドむちゃくちゃ楽しみですね。ね、またね次の機会にはリデンプションも、対バンできるように頑張ってやりますんで、今回は野瀬一人で我慢してください。よろしくお願いします。そして僕がスタッフについてきます、ね、遊びに行きますんで、はい、その説はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ヘルシースマイルパンクロックにリデンプションゲストで呼んでもらえるように頑張りますんで、またまた続けていってください。今日は本当に200回記念おめでとうございます。はい、おめでとうございます。どうもともよろしくね。リデンプションでした。はい。Thank you.
のみんなほんまね大好きです、ね、音楽もねこのメンバーも好きなバンドって、ね、なかなかおれんよね。メンバーっていうかその全員やからね、うん、ほんまこの出会いに感謝ですよね。はい、トロージャンズのねギャズメイオールがね今日ね創価ファクトに来てる日なんですよ。そんな日にヒルスマファンクは200回放送でねそのリデンプションのねファンオブピースをオンエアですよ。平和を望むね、リデンプションのね、大好きな曲ですよ。ええー、日ですね、今日はね。そしてね、このね、日曜日にね、装甲を履くときね、ドンレッツのね、絵があるんですよ。ね、俺らがもう、すごい憧れる人ですね。リスペクトし、オールシットですよ。そしてね、この8月25日の日曜日は、装甲ファクトリーに、野瀬くんがやってくるんですよね。愛の装甲ファクトリー。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。それではね、兄貴、出番来ましたよ、兄貴。兄貴、よろしくお願いします。どうも、大通です、ただいま私、北海道に来ております、というわけでね、小倉ラジオ200回目おめでとうというわけですね。いやいや、200回ですか、いいですね、まあ、今度ね、機会があったらね、出させてもらえればと思いますけどね、遊びに行きたいと思いますね。あ、そしてあとですね、8月25日大通バンドをねまたやりますんでね、今回も皆さんよろしく。それではまた会いましょう。
さん、ありがとうございます。大戸一派の小用事は小用事、小用事はうれしぴーです、うれぴーです。はい、ありがとうございます。8月25日ですね、日曜日、そこは白鳥でのライブを決まっております。大戸一バンドでハートイズガンでした。ビッグネームで来ましたね、ビッグネーム、チェッカーズ大戸一用事ですね。ガンつなり、つながりね、ガンガンね、ラジオつながりね、仲良いみたいやん、なんかゆうじさんもね、ラジオやってましたね。月曜日の夜ですね、午後10時半から FM 川崎 FM、 どっちか分からんけどね、どっちかな、オードイエラジオでしょ、やってますね。パリミキね、パリミキ、僕もよろしくねまた聞いてない皆さんも冷やかしに聞いてください、よろしくです。それではね、お月、知り合ったのはね、確か1990年くらいですかね、この方。当時まあ3回ぐらいしか対話してないんかな、3、4回ぐらいしましたね。はい、この人はビッグネームです。元ウルフルズ、元やね、うん、ウルフルケイスケさんですね。ケイスケ兄さんからね、コメント届いておりますね。はい、じゃあね、ちょっとね、 FM 姫をね、あの愛媛と間違えてる箇所があるんですけどね、こういうとこもね、このあのケイス兄さん、ええとこなんですよね、ご愛嬌です。オーイエーイね、最高です。ではね、兄さんお願いします。ケイス兄さんお願いします。ヘルシースマイルパンクロックをお聞きの皆さん、コクンくんご無沙汰しております、ウルフルケイスケです。200回記念放送おめでとうございます。200回はすごいじゃないですか。3年以上ですよね、もう4年近く、4年ぐらいになるんですかね。本当のご長寿パンクロックレディオですね、これは。本当におめでとうございます。同じね、出身が大阪なのでね、やってる音楽のジャンルは少し違いますけども、同じ音楽仲間ですね、本当に。はい、僕もですね、初めてバンドを組んだのは高校生なんですけどもね、最初は、パンクバンドをね、高1の時ですね、組みました。当時クラッシュやピストルズやね、ラモーンズや、そういうオリジナルパンクのね、カバーバンドから僕は始めてます。はい、今でも大好きなんですけどね、スマイルパンクロックいいじゃないですか。やっぱり怖いパンクロックの人もいますけどね、パンクの人もいますけども、僕はスマイルパンクが好きです、本当にね。僕もね、たまにミスタースマイルとか言われたりしますけどもね、本当スマイルパンク本当いいと思います。はい、これからもね、あと200回300回400回と、番組を続けてくださいね。いつか僕もこの番組にね、呼んでもらえたらなと思っております。愛媛松山でね、僕もね、実はライブが近々あります。ソロ弾き語りライブなんですけどもね、9月4日に、松山オールでねライブをしますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、それでは、ウルフルケイスケでした。200回本当におめでとうございます。はい、ハードフォーミングはね、方ですよ。お茶目やね、愛媛と FM 姫を間違えましたねありがとうございますね。はい、話聞きましたね。そうなんです、パンク好きやったんですよ、ゲスケにはね。はい、でね、この番組でもね、そういうメジャーなね、曲をかけるようにね、なったら真っ先にね、ケイスケ兄さんの曲をかけさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます、グラシアス。お次はね、多分ね、知り合ったのはね、ディープ&バイツの頃なんでね、この1980年代ですかね。はい、おなじみ、このね、あの番組でもよくかけてますね、山川のりお、ギターパンダですね。メッセージもらっております、どうぞ。ヘルシースマイルパンクロックをお聞きの皆さん、どうもはじめまして、ギターパンダ山川のりおと申します。放送200回記念おめでとうございます。これはおめでたいですね。そうですよ、相当めでたいですよ。200回、4年間放送が続く
これは大変ですよ。なかなかあることじゃない。とはいえ、私はですね、ギターパンダという名前でパンダの着ぐるみをかぶって1年中我慢大会をやり続けて20年、もう我慢しきりませんけどね。ですね、国運さんとは、2年に1回3年に1回ぐらい、この多分番組のタイトルでもあるヘルシースマイルパンクロック、ヘルシースパンクっつっていやらしい、ヘルシースマイルパンクロックという、イベント、電波ジャックですね、そのイベントに呼んでもらってですね、2年に1回ぐらいの再会を繰り返すという、そういう人生を繰り返してます。国運さんお元気でしょうか。残念ながら私はそんなに元気じゃないです。その理由はですね、今夏真っ盛りでしょう。夏ということは必ず熱中症になる。もう今年は3回ほど熱中症になってですね、うんこ漏れそうです。いや、すいません、お食事中の方すいませんでした。でですね、この200回放送記念コメントをくれということなので、コメントを今寄せているんですが、コメントくれ、分かった行くぞっつってコメント出しますっつって勢いよく言ってしまったものの、コンクンさんのこのヘルシースマイルパンクロック、わしは聞いたことなかったですね。で、焦ってですね、探しました。放送、さすが現代、 YouTube にありましてですね、聞いてみましたところ、なんとこのコクンさんの軽妙かつ全く淀みのない和芸和術、びっくりしましたね。これね、一人しゃべり私も以前やってましたけど、私の場合はどうしてもあーとか、なんだっけとか、とか、が多くなるんですよ。ノリオと言われるぐらい、ばっかり連発してたんですけどね、コクンさんは全く、淀むことなく、流暢に喋っておられました。素晴らしいと思います。そのままどんどん滑りまくってください。いや、おかしいな、それおかしい話、私も話がね、詰まったりしないよ、詰まらない話、これもおかしいな。というわけで、面白いことが言えませんでしたが、ギターバンド山川のりおでした。コンコンさん、これからも、お体をお気をつけて放送、そしてライブ、長く続けてください。ではまた会う日まで、お幸せに。全然ない、あんなにたくさんも
って大きな声を出して大好きな歌を歌えば大丈夫。大きく息を吸って強く体を引き寄せて大好きな君を抱きしめたら大丈夫。大きく息を吸って大きな声を出して大好きな歌を歌えば大丈夫大丈夫大丈夫。ヘイ、ここんヘルシースマイルパンクロック200回記念おめでとう。まあお互い脳みそデストロイやけど、青春はまだまだこれからやで、始まったばっかりやで、これからもバッチバチ行くんでよろしくね。ではでは。おっと、ライブ告知を忘れていたぜ。8月10日ショットザレディオウィズザガン、8月10日ね、8月10日サマーサマーファンダンゴ、堺ファンダンゴ、8月25日ソーカーファクトリーショットザレディオウィズザガン、よろしく。 OK ベイベー、チャオ。 If there's no oh. If there's no広島に原爆が落とされた日でね、戦争なんてね、一部の金持ちがね、一部の金持ちが飲めへん世界なんで、ノーウォーですよね、ちゅうことでショットザレディオウィザーガンでノーウォーでした。とにかくね、200回も放送できたのは皆さんのおかげです。これからもよろしくお願いします。それでは平和に健康にスマイルで暑さを乗り越えていきましょう。 See you next week。 さようなら、さよなら、さよなら、チャオなら。